はい。本日はサンプル提供いただきました、モホー模倣さんのソーラーパネル5.5アンペア 18V100W ですね。太陽光パネルで、えー、折りたたみ式、なんと 50W50W が両面について開くと 100W になるという、まあ、最新型の携帯用ソーラーパネルというふうになります。えー、MC4 接続端子がついております。 えー、フレキシブで超薄型と言って、車に簡単に乗せて持ち運ぶことができて、えー、どこにでも簡単に開いて、えーまあ、充電用の、はいえー、バッテリーに充電することができると。 いったものを今日は見ていきたいと思います。早速、はい、えー、見たいと思いますね。えー、a z o n で現在星4つ半ですね。お値段が、まあ、今ちょっと安くなって18,270円というふうになっております。早速見ていきたいと思います。現在見えてるのが、あーそのパネルですね。えー、MC4 接続端子がついてますんで、まあ、そのまま直接、接続できる、 まあ、充電器もありますよね、えーはい。携帯を充電のバッテリーにさせるというのもありますけど、まあ、ここを切って加工するという方法もあります。いろんな端子はね、Amazon で売ってます。えー、こちらの端子がついております。こういうふうに、はいえー、こちらがマイナスですね。こちらがプラスといったふうになっております。マイナス端子とプラス端子の MC4。おー MC 接続がついておりますこの中にね、えー、必ず収まります長さはこんなもんですけど、まあ、これも延長コードが売ってますので、はい、Amazon で売ってますんでそちらで接続されるといいと思います、えー、こういうコードとですねここに完全に収納できますねで今までは大きなパネル100ワットといったら大きな長方形のパネル1枚を車に入れなきゃいけなかったんですけどそれが半分になるんでね 簡単に車でこういう風に持ち手がついてます軽いですで裏がこんな感じですねはいまあ「ウォーニング」って書いてあってこう注意事項が書いてありますまあいよいよ開きますよはいどなたでも簡単にこんな感じですね50ワット50ワットまあ横にしましょうかで、えー、単結晶のはい、えー、こんな感じですちょっと見てもらうためにはい こういう感じで、全体が、まあ、これの2枚ですね。今半分売ってますが。はい。ちょっとカメラ下げます。ちょっとブレますが。はい。えー、これ全体ですね。はい。えー、全体の様子を今、こんな感じです。これが、ーソーラーパネル5.5アンペア 18V100W の うさ山の太陽光パネル折りたたみ式ですね。MC4 接続です。何で、何度も言うようで、えー、非常に良いものですね。で、えー、価格が2万円を切っております。はい。えー、それで、まあ、これがそのサイトの、ちょっと反射しますが、はい、こんな感じですね。で、まあ、こういった MC4 接続という風になっております。はい。 またね、家庭でちょっと自分でね、えー、小屋などに、えー、つ,けつけたいときはこんな感じで、インバーターとバッテリーと、はい、コントローラーを用意すればつくといったものです。こんな感じで使用ができると。はい。まあこんな感じですね。ちょっと反射してますはい。で、えー、私もね、 えー、今日は第一弾でこれ商品紹介ですけど、ま、スワオキさんの 300W の、はい、えー、パワーインバータを、まあ、はい、用意しました。こんな感じですね。こういうのを用意すればいいと。これ 300W のスワオキさんのですけど、はい、こういった感じですね。パワー、こういうインバータをお用意されて、 あとですね。こちら。これも購入したんですけど、はい、えー。ソーラーチャージャーコントローラーですね。こういったものを購入されると、まあ僕もね、初めて始めるんですけど、まあ見よう見まねと皆さんの YouTuber がーやってるところを見ながら用意しました。まあ、簡単に電気の知識があればね、誰でもできる簡単なものです。えー、こちらがそのコントローラーというふうになります。 はいこ,うですね、こちらがソーラーから取ってきてプラスマイナスを差すだけであとバッテリーにプラスマイナスを差すだけですでここから電源、はい、プラスマイナスで外にアウトですね出る方ですね、はい、でこれが USB の、はいえー、携帯などを充電することができる USB ポートが2ついてますこちらが液晶で表示面で充電の状態とかがここに 表示されるようになっているコントローラーですね。はい。えー、こういったもの、いろんな各種売ってますので、自分に合ったものを購入してください。このコントローラーは1700円ぐらい、2000円ぐらいで大体いい買えますんで。はい。それと、まあ、インバータですね。えー、これを、はい。えー、100V 電源取りたい場合は 300W。まあ、いろんなワット数ありますが、はい。のインバータですね。 こういたのを用意してもらえばできるといったものです。あとはですね。まあ、直に作りたかったら、あのー、MC4 端子を切断して、こういったあーカーショップに売っております。はい。えー、これですね。えー、シガーソケットを直で、えー、ここ、カーを向いてあそこを切断して、うまくカプラで繋げば、ここから、あまあ、 ョックね、インバーターにも行くといった具合ですね。はい。まあ、中間にね、夜使うためには、やっぱしバッテリーを、はい、えー、つけないと、はい、使えないんで、せっかくの、はい、蓄電する、電力が無駄になりますのでね。まあ、いろんな使い方、ちょっとした電気のアイデアで。で、またこんなコードもね、はい、えー、ワニングリップとか、こういったのを売ってますんでね。そういうのを接続されて、いろいろ、あのー、 使えばいいと思います。とにかく必要なのはコントローラーですね。まあこれがなくてもいいですけどね。コントローラーと、安全のためにはコントローラーとインバータ。ー。これで、えー、まあ一応ソーラーの充電ができる。あとバッテリーも買ってますけど、まだ届いてません。あとバッテリーを買うと。まあ、車用のバッテリーがある方はそれを使ってもいいと思いますね。 そういったわけで、これとこれ、えー、まあ、ソーラー,あー、自家発電が自分でできるといったセットです。まあ、パネルはちょっとしますけど、まあ、30ワットとか、お手頃な値段の18ワットとかありますんでね。パネルの薄いやつが。えー、そういったので、まず、小さいのから始めるのもいいんじゃないでしょうか。そういったわけで、今日は、えー、サンプル提供いただきました、モホーさんのね、えー、っと、ソーラーパネルです。 のご紹介でした。5.5アンペア、18ボルト、100ワット、太陽光、折りたたみ式、フレキシブル、超薄型、ソーラーチャージャーパネルのご紹介でした。気になる方は、URL 貼っときますんで、そちらから見てください。また、これ接続したらね、電流が出てるところを見せたいと思います。第1弾、開封編でした。では、またです。さよなら。